この石碑は近郊の終点ですね。ここまで来た人は霊剣派に入る資格があると書いてあります。右の道を行けば外門弟子としてすぐに受け入れてもらいます。ですが左の道を選んだら内門弟子の試練を受けるということです。なるほど。だが俺様に乗り越えられないものなどない。ただの迷路じゃないですか。それに迷子になりそうですよ。いつになったらたどり着けるのか。前に進んでればどうにかなるもんだよ。そーっと。そ、あれ、なんかもう目的地に着いたっぽいね。何が出るか楽しみ。怖くないんですか。確かにちょっと不安が。いくよ。何ですかね。これはもしかして、ここで持ってきた水を使わないでどうする。そうか、近況のミッションはここに繋がるのか。あ、こっちもです。この先一体何が起こるんでしょうね。私もワクワクしてきました。すごいですね。女家旅館よりも豪華ですよ。おかみさんに怒られますよ。でも他の人たちも次々やってきましたけど、なんか食べ物が粗末というか。お腹すいた。いただきます。あ、これ責任者出てこい。あの山猿どもが肉てんこ盛りだ。どういうこと。0点は炒め豆腐です。なんじゃそりゃ。ほら山猿、食いもんよこせ。山猿って誰。坊ちゃま、私たちのことですよ。無視すんじゃねえ。おいらは優秀の鮭第14代目の子孫だぞ。これ犬の子孫。あっ、負け。まあまあ落ち着けって。この豪華な食事はミッションクリアの報酬ですよ。この村まで大量の水を運んだのは彼らだけ。俺も運んだが小さな水筒分だけだ。そして君らはゼロ、一滴も水を運べなかった。その結果がこれだ。何にも食べられないんすか。そういうことだ。この大会の参加者の情報はほとんど知っているのですが、君のことは全く知らない。家柄などをご紹介願えますか。家柄がないと生きていけないの。っていうかお前誰。これは失礼。総慶州大明国の皇太子主神と申します。よろしく。大明国皇太子様。そんなに驚くことはないさ。こちらの雲台帝国第二皇太子海雲穂様に比べたら。嘘。俺など取るに足らない家柄ですよ。そちらの3人、社交士、運行士、理工士、みんな修仙名門の出身。身分輝かしい家柄です。身分輝かしい。俺様の見立てでは家の中に居場所がなくなって見返してやろうと家出したんじゃない。この山猿め、なんという無礼者。懲らしめてくれる。どう出る王さん。誰かが暴れ出してるよ。さすが、一番は待遇がいいね。さっきの黒装束の人、王さんは知っていたのですか。知らない。村の人たちはここには紛争は一切ないと言ってた。何か問題があったら一声叫べばいいと。つまりここ桃源郷は安全区。安全区。霊剣派は確か控えめかつ円滑で有名です。政教専門のように名門であることを露骨にアピールはしないけど、この村は商戦大会とどう関係があるのか、試練もいつからなのか全くわからない。もうとっくに始まってるよ。え？やっぱり坊ちゃまの予想通りだ。
この村は完全に囲まれている。石垣と岩山、どこに行くべきなのか全然わからない。それに村の人たちは朝鮮大会のことを聞いても何も答えてくれない。他には何よ。調べさせているのはお宅の坊ちゃまだよね。何かわかった？おそらくだけど、この村は全面閉鎖されているはず。そして村を出るのが目的だ。こうやってプラプラ歩いてるとイベントが起きるかもね。こんなクソデブ、オイラたちと手を組みたいだと？対等のつもりか。うぬぼれんじゃねえ。助け合えればいいなと思ったっす。こっちとらむちゃくちゃしてたとこで、このデブで憂さ晴らしといこうか。また暴れてるよ。助けていただいてありがとうっす。僕ちん、ソーラン国国司の息子ブンホーって言うっす。何にもわからなくて困ってたっす。こんなデブとっくにリタイアじゃね。千円はいつも奇妙で予測できない。だからこんなのろまそうな人でも霊剣派に入る資質を持ってる。ほうほう。僕ちんはのろまだとわかってるっす。全然手がかりもつかめない。人と協力もうまくいかない。僕ちんはお二人の役に立てるっす。だから仲間に。なあ、終戦の道には縁というものがあるよね。残念ながらまずは自分で頑張ってみなさい。行くよカイちゃん。やっぱりダメか。お腹すいた。なんか食べ物を探しましょうか。文法は役に立つと思うのですが。カイちゃんの言う通りだ。あのデブは単純でトラブルに巻き込まれやすいタイプだ。文法に縁があってもトラブルを解決する能力はないですよ。その時だよ。お兄さん、俺たちが動くのは。僕ちんすか。まずは村人に話しかけまくる。その上で仲良くなる。好感度を得ることが村を出る鍵かもしれないって。仲良くしたら村を出られる。坊ちゃまはなんでそれを知ってるの。そう、なんでですかね。でも坊ちゃまの考えは不思議だけど間違いないんですよ。きっと千円を持っているからだと思います。君にも千円があるよ。え、坊ちゃまに言われたことない？近況に踏み入れた瞬間先導を歩み出したんだよ。ここまで来たらみんな平等だ。この村でのミッションが順調に進めばどうする。坊ちゃまのオーリクの召使いを続けるの。王中、王中、王中、何ぼーっとしてんの。村人に話しかけて状況は大体把握してんでしょ。はい。チューちゃんの集めてきた情報をまとめるとこうだ。一つ、この村に貨幣というものはない。欲しいものは労働で交換するしかない。二つ、村人は俺たちが役に立つかなんて興味がない。商戦大会については一言も喋らない。村も出させてもらえない。三つ、出る道を知りたければ村人の好感度をどんどんアップさせなければならない。以上の情報からもう何をすべきか分かったな。さすが坊ちゃま。けど何をするかは。そう、これを知るのは容易ではない。だからこそ試験材料は必要だ。そこであの文法だ。どんなサプライズを持ってくるかで、ね、ことは動く。オーリク様、今度こそ助けてくださいっす。朝っぱらからうるせえな。焼き豚にするぞ。皆さんと別れた後、キヨバさんという方に会って早死にした孫に似てると言われていっぱいお菓子をくれたっす。家にも泊めてくれたりとものすごく親切にされたっす。ところが今朝、何があったのかわからないっすけど、竜おばさんと村長夫人が喧嘩し始めたっす。でも村長夫人は竜おばさんにかなわないから腹いせに僕ちんに八つ当たりっす。ナイスサプライズ。え、どういう意味で。竜おばさんは宴会の時村長とイチャイチャしてた人だ。え、帰りがけに村長は奥さんに思いっきり蹴られてたぜ。
二人とも村長に関わる重要人物だ。彼らの好感度をアップさせれば永久任務達成なんてね。そんなの無理っす。しっかりしろデブ。じゃあ今の任務は村長夫人と竜おばさんの揉め事の解決ですよね。トラブルの中心人物村長を訪ねるのが一番の近道。このハンカチを村長にお渡しいただけますか。はあ。相談したいことがあるとお伝えください。こちらでお待ちしています。わかりました。あのハンカチは竜おばさんのもの。文法に借りてきてもらった。本人と話ができれば竜おばさんとの間に本当にやましいことがあるのかわかるでしょう。そこの方、わしの部屋で話そうかの。村長の家に入ったわ。手がかりを掴んだのか。出口も動いてるって。海運歩と文法の動きによって労働以外では食べ物も何も交換できないと皆が気づき始めた。中には情報を得るには村人の好感度が必要だと気づく者も現れた。桃源郷のクリア条件が次第に見えるようになってはきたが、ほとんどの者が手も足も出ない状態だった。家元は12年前に今日という日を定めたが、これほどの英才が集まるとは。しかしこの王陸、家族に終戦した者はなく家柄もない。なぜ参加できたのだ。礼お嬢様の推薦があったと聞き及んでおります。ま、何にせよ大会はまだまだ長いから先のことを楽しみにしましょう。退屈しないようにわしの部屋から麻雀を持ってきてくれ。お前の師匠襲名も呼んできなさい。今回わしはゴッドギャンブラーモードだから絶対勝つ。なんとそれは禁断の技。海運歩様の計画は順調ですかね。心配ないさ。ただ座って情報を待ってるだけ。何かを企んでるようだけど、坊ちゃまの方が心配ですよ。ただいま。よ、おかえり。僕が今やっていることは文法や他の人の邪魔をするかもしれないけど、王さんは気にしませんよね。あの竜おばさんは寂しさに耐えられないタイプのようです。村長はヘタレのくせに奥さんには意地を張っている様子。その上竜おばさんとの関係は続けたいそうです。半日かけて話した結果、一番簡単なのが奥さんに恨みを捨てさせ仲直りさせることですが、それでは竜おばさんは納得しないでしょう。村長夫婦を離縁させる。そうすると文法の任務も順調に進むでしょう。けどこれは正しいとは思えない。村長に奥さんとの愛情を大切にしてもらうよう説得できれば、そして竜おばさんに感情を文法に寄せてもらえれば、村長の好感度を高める上で文法もおばさんたちの揉め事から抜けられる。さすがカイちゃん、誰に対しても優しいね。王さんならどうする。女二人ができちゃえばいい。そうすりゃ一夫二妻で村長も幸せでしょ。あれ、カイちゃんログアウトしちゃった。坊ちゃまの話は無視してください。うん、実は王さんの考えを伺いたいのですが、この桃源郷のような人付き合いの試練というのは今までどこの門派もやったことがないのです。今までない。余計な人間関係は修行の邪魔だと言われています。バカ、修行といってもある程度は人間関係が必要でしょう。王さんもそう思う。一番控えめな霊剣派にこんな変化があったのがとても意外なんです。うん、でもここで心の知能指数を試すなんて、これ考えた人って嫌われ者なんじゃね。へっくち、禁断レベルのワッチが花粉症。うん、じゃあ無視するぞ。ああ助けて。ワッチ今日ちょっと飲みすぎた気がするさね。足ふらついて立ってられないのに。ジリを出すな、みっともない。まったく、どうして避けるさね。借金してないわよ。借りるんなら家元に借りるさね。
後で家元に言っといて、オーブに気をつけろって。はい。ワッチの天才的プランの感想聞きたいだけさね。天才的プラン？わしの表明法に入れたエキストラで作った村のこと？いい迷惑だよ。龍剣長老、それはあまりにも無知さね。なんだと？今の修仙界に一番重要なのは心の知能指数さね。五大門派が万生命という同盟を結成して以来、山に身を隠し自己陶酔に陥って、何が修仙者だい。どの門派も対外交流を促し、名誉と資源を守ることに必死だが、心の知能指数の判断基準はどれだけ好かれるかではなく、自分を嫌う人にどう対応するかということさね。霊剣派の恥のくせに心の知能指数を語るの？わっちのこと嫌い？好きではない。悲しいわ。また麻雀やりに行くの？わっちも連れてってよ。断る。お前いつもいい気するんだもん。あのクソババア、私だけじゃなく義理の孫までバカにしやがって。ひどい。やめて。もう僕ちが八つ当たりされるっす。あなたは龍お姉さんですよね。ちょっとお話ししたいことがあるので、僕と二人だけでお話しできますか？若い時の龍お姉さんは桃源郷一の美人とお聞きしましたが、今でも美貌は衰えていませんね。ほんとほんと、ものすごくアブノーマルっす。さすがカイちゃん、2日だけで村長に恩人扱いされるとは、よっこの熟女キラー。褒めすぎですよ。村長を諦めお見合いに行くほど若返り、文法にも優しくなった龍王ね。おばさん、村長夫妻は長年の苦労を振り返ることで愛が蘇りました。僕の任務は完成しました。それと、お、なるほど、もう桃源郷を出るの？村長と話をしました。でもその前に、君の召使いのことなんですが。うん？下の名前は忠という字ですけど、おそらく天性の裏切り者。これからもずっと君につくとは思えない。あっそ。これに見覚えは？俺の巾着によく似てるの。今日文法から渡されました。橋を渡るとき王忠が落としたものだそうです。どう見ても召使いのものとは思えないので。僕の考えすぎかもしれませんが、まあとにかく僕は明日行きます。短い間でしたがお世話になりました。翌日の朝、甲斐雲穂は村長の案内で村を出た。試練の初成功者として皆の心にかなり響いた。これを機に皆がそれぞれクリアの方向性をつかみ始めた。前に進めるか。だが甲斐雲穂が完成したあのレベルの任務はそう多くない。そんな中、文法は龍おばさんの好感度をほぼマックスまで高めた。王陸の指示のもとに王中の塾の任務も順調に進んでいる。だがその舞台裏の中心人物王陸は未だに動いていない。坊ちゃま、坊ちゃまが指示した任務は全部ちゃんとつながりました。私のミッションもそろそろ完成するはずです。うん、それで？坊ちゃま、私ほぼ完成ならさっさと最後までやっていけよ。ここでもたもたしてどうすんの？私は坊ちゃまの召使いなんですよ。一人で行くわけが。本心で言ってる？もちろん本心です。千円は個人で持っているもの、俺があげたもんじゃない。お前もう他の者と相談したんだろ。近況を渡ったことが何を意味しているかもう分かってんだろ。坊ちゃま、ありがとうございます。ごめんなさい。you
前の言う通り、やっぱりろくなもんじゃないわ。7年もついていて、誰が主人公オーラを持っているかわからないのか。やっと駆け落ちする娘のバカ親父の気持ちがわかったぜ。残念だが、俺様の完璧な攻略法をお前はもう見ることはない。さらなる試練、霊剣山で待ってるぜ。